者サッカーファンの皆さん、こんにちは。衝撃の第1回大会からおよそ半年、まさか本当に第2回があるとは思いませんでした。第2回 GIFA 自動車サッカー、今回もここ自動車サッカーの聖地であります富士スピードウェイジムカーナコースからお届けいたします。実況は私林武史でございます。皆さん今日はよろしくお願いします。そして私のお隣にはですね、皆さんおなじみです、前回も実況していただきました、はい、クリスティアル・チアリさんにお越しいただいてます。はい、すみません、よろしくお願いします。はい、クリスさんよろしく。そうそう、噛むからねクリスって短くしてるんですけど。クリスよろしく。はい、よろしくお願いします。いやー本当ね、はい、前回来て、はい、衝撃的なサッカーを見させていただきまして、うんうん、まさか2回目呼んでもらえるとも呼んでもらえるというか2回目があるんだなっていうのが、もう今ね練習してますけど、すでに壊れてる車も何台かいるので、今日は最後まで何台生き残るのか楽しみだなと思います、ね、そしてもうお一方、前回のディフェンディングチャンピオンでもありますチームアクトクチューナーからキャプテンの岡村選手に来ていただいてます。岡村さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、テンション低いですけど、テンションはこれから上がるもんだ。これか、今から上げていくわけです。レーシングドライバーチームとかには蹴れませんからね、はい、なるほど。それではまずは前回のハイライトを振り返ってみましょう。まず開始早々いきなり正面衝突、そこからまさにクラッシュショー開幕となりました。すごかったですね、最初から。すごかったですね。俺はね、はい、単純にただボールを追いかけてるっていうだけの別に当てようとかそういう気持ちはない。こっちはすごく冷静にやってるんで、なるほど、別になんかねそんなに体に衝撃もないし痛くないなと思ったけど、他の連中みんな首が痛いって言ってました。車が頑丈だったんじゃないでしょうかね。あなたがぶつけてたんじゃないですか。全部っていうことはやっぱぶつけた方が痛くないってことですね。ぶつけられた方が痛いからやっぱぶつけた方がいいんです。そういうわけで続々と故障者が続く中、後半の17分に暴走ドリフターチーム熊久保が先制ゴール。これは見事なドリブルからのファインゴールでした。しかし後半の18分、わずか1分後にですね、悪徳チューナーチーム純小山が貴重な同点ゴール。これで試合が振り出しに戻りました。純小山、あれはですね、はい、あの車がでかい車、あれなんだった、セドリック、あれがドリブルしてきたら誰も止めれない、はい。そして、このまま引き分け PK 戦かと思われた試合終了間際です。なんと後半のロスタイムに純小山がこの日2得点目となる逆転の決勝ゴール。これは見事でしたね。そうですね、あの時のドリフトチームの人間っていうのは、はいはい、ミスター小山って顔がすごい顔してるんで、はい、やっぱりビビったんです。顔怖いんですか。怖いです、ということでですね、このゴールで見事悪徳チューナーが勝利しました。そして MVP にはもちろん得点王の純小山が選ばれました。私の隣にあるこちらの大きなボールね、大きいですよね。これ 1.5 メートルあるんです。重さはですね、なんと私の、まあ、3倍ぐらいですかね、50キロもあるんですね。なわけないよな、すいません、これ本当にね重いんですよ。これ持ってるとこ音を聞こえますかね、大肩痛いで、これが勢いよく飛んでくるとどういうことになるか分かりますよね。前回も車がベコンベコンになりました、近くには痛くないものですね。さあ今回ですね、前回暴走した小山選手と交代でですね、ちょっとレッドカードが出てしまったもので、今回はマサ選手に来ていただきました。どうも、はじめまして、マサです。わざわざねドイツサッカー留学のね経験を生かしてね、今回真剣にサッカーをやりに来たんですけどですね、見てください僕のこのハンディある車。僕はてっきりですねサッカーをやりに来たんですけど、サッカーの方とですね車の方両方ともダメダメなんで、ちょっとこう一発ですねこの車でですね真剣に暴れたいと思います。ボロボロにならないように頑張ってください、はい。ということでマサ選手、どこまでですね相手の車を潰すことができるのか、もしくは潰されるのか楽しみにしたいと思います。はい、こちらですね、新たなチームが今回参戦ということで、レーシングドライバーチームなんですね、ゼッケンというか名前がアキラと書いております、飯田アキラ選手なんですけれども、マシンの整備に余念がないんですけれども、飯田選手、はい、ちょっと忙しいとこ申し訳ないんですけど、はい、どうですか、勢いというか意気込みは。意気込みですか、はい、俺だ、ちょっと教えてやるよ作戦、うちの折戸選手、作戦を。うちのね、レーシングドライバーチームの作戦は至って簡単です、リーダーが、山田英二という選手なんですけど、はい、常にまず味方をぶっ潰して、
キャプテンを潰して、うんうん、あとはもう成り行き、我が道を行くと、うん、どうしましょう最後は。もう皆殺しだな。皆殺しですよ。殺しだろ、ぶっ飛ばしてやろ。どうやらゲームの趣旨がご理解いただけてないようでございますね。いやー、レーシングドライバーチームがいよいよ参戦ということでどうですかクリス。いやー、普段ね、はい、全然違うところで走ってらっしゃる方々ですよね。どうですかね、今日来てるドライバーっていうのはあんまりメジャーなやつがいないじゃないですか。本当ですか。基本的には第一線のレーシングドライバー一人もいないんで。あ、マジですか。まあ、我々とすれば、まあ、とんかつについてるキャベツぐらいにしか思ってないんで。なるほど、刺身の妻状態ですね。そうですね。それよりもですね、はい、今回はね、はい、お客さんがすごいんです。そうなんですよね。前回はお客さん入れませんでした。全くいませんでした、はい、今回はね、100人でしたっけ、はい、お客さんが100人です。100人なんですけど、ね、るという、はい、これものすごい抽選なんです。すごいんですか。確率これ100分の1だから。でも後ろにパラパラしかいませんよ。だって今やってないじゃないですか。まだゲートオープンしてないんです。ゲートこれから開けるんで。で今日ほら、はい、もあるんですよね。トトが今回初めて、はい、トトがあります。なんとですね、2試合の得点結果と試合結果を予想して見事当選された方にはですね、10月の22日に行われます D1 第7戦のペア招待券、そしてですね、なんとさらに D1 選手の隣に座ってドリフトが体験できちゃうという権利が当たります。すごい楽しいじゃないですか。200キロとか出るんですよ。200キロからいきなり横向けるのよ、クラッチ蹴ったりして。私乗りたい。乗りたい。クリスもじゃあちょっと参加して当たったら乗れるってことで、そういうわけでですね、皆さんこちらのトトもどうぞお楽しみに。